シドニートレインズ S 型電車は1972年に登場したシドニートレインズの電車。1972年から1980年にかけて509両が製造された。2両3両編成の L 型、6両編成の R 型、そして4両編成の S 型が抗議の S 型電車に含まれる。 ニューサウスウェールズ州営鉄道は1964年より2階建て付随車を製造して従来車の編成に組み込み好評を博していた。これに伴い、同鉄道は本格的なオールダブルデッカー編成の導入を検討した。オール2階建て編成の試作車としてタロックリミテッドは1968年に2階建て電動制御車4両を製造した。4両には イングリッシュエレクトリック、Electric, 東芝、日立製作所、三菱電機の4社の伝送品がそれぞれ搭載されており、比較検討の結果量産車では三菱電機製の伝送品の採用が決まった。こうして、三菱製の伝送品にオールステンレス車体を組み合わせ、シドニー発のオール2階建て量産編成として登場したのが S 型である。車体は、 コルゲート付きのオールステンレス車体で、すべての車両が2階建て車両である。初期に製造された1次車に関しては、ステンレス車体ながら車体全体に塗装がなされていたが、1978年以降に製造された2次車以降は、全面無塗装となり、初期製造車両も後に、これに合わせて無塗装となった。シドニートレインズが所有する2019年現在では、 全面下部よびドア部を黄色に塗装している。車内は2プラス3列の転換クロスシートを採用している。内装は登場当初暖色系であったが、後日の改修工事を経て、現在は寒色系となっている。冷房装置は登場時から現在に至るまで搭載していない。電気機器は先日の通り三菱電気製のものを採用している。同社製の電気機器は、 後年の T 型タンガラに至るまでシドニーの近郊電車で採用され続けた。S 型電車はコモンウェルスエンジニアリング車とゴニナン車により合計509両が製造された。詳しい分類は以下の通りである。コメンジ製の先頭車。1972年から1980年までの間に合計359両が4時にわたって製造された。 運転台部分に丸みを帯びたデザインが特徴である。なお、制御車のうち D4011D4020 のシャバンと D4021D4095 とでは窓配置が異なる。5人男性の戦闘車。2.3両編成は L 型、6両編成は R 型、4両編成は S 型として区分される。また、下記の編成に加えて、 A 姿を2本繋いだ8両編成による列車も存在する。3両編成の L 型。なお先頭車は4次車で、前面上部に大型全照灯を装備する。判例。1990年代に改修工事を受け、車内化粧板交換、座席モケット張り替え、全面行き先表示器設置、窓サッシの交換などが行われた。中間車化改造車の一例。 編成に組み込まれていたタロックリミテッド車製旧型付随車が2004年までに引退したため、戦闘車に対して中間車が不足する事態が発生した。それに伴い、戦闘車の一部が中間付随車化改造を受けた。23両が改造を受け、そのうち16両が一次車、7両が二次車であった。改造内容は以下の通り、 なお電動機やコンプレッサーは撤去されず損置され、全面行き先表示器も撤去されず、塗りつぶされた。S 型は、シドニートレインズ最古産車両であったことに加えて、冷房装置を搭載しておらず、他社と比較して、旅客サービス面で遜色があったため、A 型、B 型電車、ワラターによって置き換えが開始された。2019年3月の時点で在籍していた、全車両が、 フレミントン車両基地に所属し、T2、T3、T6、T7、T8 の5路線にて運用されていたが、従来、K 型が運用されていた路線に、B 型を投入することによって、K 型を押し出し、それによって、S 型を置き換える玉突き転用が行われた結果、同年6月28日をもって、すべての営業運用から退き、同年7月21日のさよなら運転を最後に、 完全に引退した。C3805、T4150、C3814 の3両が有志の手によって保存されている。また、C3840 及び T4058 がピーターズハム駅にて訓練教材として使用されている。トランスポートヘリテッチ NSW 及びシドニートレインズ公式の保存車両として S56 編成が 胴体保存されている。また、S28 編成がシドニートレーンズによって保管されている。ありがとうございます。